なんでレベル85で止めてるんですか。んー、実際問題、原神はレベル80あれば余裕です。で、80の突破はしといた方がお得かな。キャラクターでほら突破すると、まあ、なんか HP が伸びたり、固有テンプが解放されたりとか、まあ、突破ステータス伸びたりするんで、まあ、なんか80の突破はしたいんですよ。ただレベル80なだけだとさ、あのマルチプレイで、あ、こいつレベル80だ、もしかして最後宝石なんかトパーアメジストとかトパーズとかさ、なんかあのでっかい宝石6個使ってちゃんと突破してんのかって分かんないじゃん。アピールするためにレベル81までは上げるじゃん、マルチのこと考えて。で、81だとキリが悪いから85まで上げてるだけで、気持ちの問題。あ、90まではね上げたくないな。ほらモンスター殺したらさ、冒険あの経験値もらえるじゃないですか。なんかでヒルチャール殺したら経験値30とかで、まあ、レベル90になって経験値カウントしたらモンスター殺しても経験値もらえないから、90までは上げたくない。81レベルまでは上げるって考えたら、まあ、キリがいい85まで上げるよねって話ですね。うん、結構ね探索に連れてるだけでレベル上がってくんだよな。いや結構大変だよ。34万4000経験値とか必要じゃんか、突破すんの。85レベルで基本私は原神のキャラクター止めてるけど、まあ、勝利とかめっちゃ使うじゃん。もう88歳です今。85レベルで勝利止めてたけど、勝利っていうキャラクターが便利すぎてどこにでも基本連れてくから、気がついたらモンスターから取れる経験値だけで88レベルまで上がっちゃったりするし、なんか90レベルまで上げるのもったいなくない。私がケチなだけ、どうなんだろう。90レベルまで上げるのはね、まあ愛だとは思うけど、正直いろいろ考えたらコスパ悪いなって思う。マジでコスパ悪いと思う。どうなんだろううーん、やっぱそのキャラクター90レベルまで上げたらさ、そのキャラクターがもう経験値手に入んないじゃんって考えたら、連れ回すためにやっぱ、まあでも90まで上げてもいいと思うけどね。まあ、実際問題90レベルまで上げる必要はないですね。コス、うん、なんか強くなる量の割にはなんか必要な素材だけ多いんで、まあ、続いちゃえばいいです。深海の加護。